バイトの賃金が上がるってことなんです。でもともと少子高齢化により人手不足で、人手が足らない、だから最低賃金守りましょうね、あそうですね守りますだけじゃなくて、もう人の取り合いになってるんで、例えば岐阜県のこれ郡上市で呼ぶんですかね、はい、なんと今も時給1300円にしないと、人が集まらない、これ上昇率が 44.4% って、これここにも書いてあるんですけども、介護とか飲食関係の事業などがもう本当に人が足らなくて困ってる。だからもともと950円が最低賃金だから、それで、人を集めればよかったんだけど、もうこれじゃ人が集まらないと。だから1300円にしないと人が集まらない、こういう状態が起きてるんです。はい、皆さんこんにちは。 YouTube 農業大学へようこそ。いつもご覧いただきましてありがとうございます。農美次会を運営しています山下博之です。さあ今日もですね、農作業しながらでも結構ですので、こちらの農を一緒に耕していきたいと思います。さあそれでは本日のテーマこちらになります。時給がどんどん高くなってますよ、もっと人材不足になりますよというような、今回はですね、雇い方、人の雇い方の話をね、ちょっとやっていこうと思ってます。で今ね、最低賃金というのがね、見直されていっています。そしてこれまでね、最低賃金でパートさん、もしくはアルバイト、もしくは従業員さんをね雇われてた方とか、いや最低賃金が上がったから、まあねパートさん従業員さんの給料値上げしましょうなんていうことをやってらっしゃると思います。ところがですね、この時給がまだまだ上がっていくんだっていうふうな話なんです。でやそういうの困る、だってもともとねなかなか人材募集しても人が来ない、だからといって時給をどんどん上げるわけにはいかない。だけど世の中の時給が上がっていくと、まあよその産業、他の産業の人たちも人手不足だから、じゃあもっと高く出そうと、ここで過当競争が生まれてしまうんですよね。まあ、そういったお話をね、今日はね、どういったことが今現在起きているのか、まあ、その辺をちょっと解説しながら、じゃあどのように対策していくのか、まあ、その辺までね、ちょっと掘り下げてお話をしようかなというふうに思っています。で、まあ実際皆さんパート代、ね、パートさんの代、給料、お給料、時給、いくらぐらい払っていらっしゃいますか？これね、もう本当ね、地域によって様々だと思います。で私は九州なんで、ものすごくね、まあ、全国的に行けばまだ安い方です。だけど関東の人とかね、まあ、大阪近畿の人もそうなんですけども、もう時給ね全然もう1000円出しても人来ないよというような状態でしょ。でその辺はですね、まあ、全国格差があるんですけども、まあ、その辺で一体何がこれ、時給をね牽引しているのか、世の中一体何が起きているのか、まあ、その辺もちょっとね解説しながら、あそういうことか、じゃあこれはもう今だけではなくて、これからずっと続いていくんだ、こういうねちょっとした未来予測を分かった上で、じゃあそのために何しなきゃいけないのか、今のうちにどんな準備ができるのか、ここまで掘り下げて考えて先手を打つ、これが経営者なんですよ。ぜひね、まあ、この動画見てくださってる経営者の方々、あなるほど山下さんそういうことだったのか、じゃあ今のうちにこういう手を打っておこう、まあ、そんな風にね、まあこの動画がきっかけになればいいなというふうに思っています。さあところでですね、あこれ今お話した通りですね、これから時給は高くなる前提で戦略を練りましょうということです。さあこれね、実は、最近の日経新聞のニュース記事からの抜粋なんです。見てください、最低賃金1054円に値上げということで、全国平均過去最大50円増しっていうことで、これねなかなか50円上がるんだって、最低賃金が。これどういうことかというと、この、賃上げの余力広がる格差ということなんですけれども、この中小零細も追いつけない状態で、この左側ちょっとねこれ大きく後でしますけど、もともと最低賃金が全国加重平均で時給1054円だったのが、これから先ですね上がっていくんだっていう、こちらですね1054円に上がるんだっていうふうな話なんですけれども、これね表を見ていただくと、これが2023年、ちょっとこれ大きくしましょうかね。2023年どういう状態かというと、こちらです、はい、まず A 地区、これね時給が一番高いと言われている埼玉、千葉、東京、神奈川、愛知、大阪、ここが、今最低賃金が東京で1113円、大阪で1060円、ここに50円プラスされるということなんですよ。そしてまあ B 地区と呼ばれる、例えば北海道だったり新潟、富山、山梨、長野、こういったところ、今福井だったら931円、ここに最低賃金の50円乗っかる。もっと言うとこの C 地区、実はね熊本ね、我々
僕が住んでる熊本はね、最低賃金今898円、900円ぐらいなんです。ね、他の地域からすると安いと思われるかもしれませんけど、もともとがもっと低かったんで、もう時給900円、最低賃金900円なのと思ってるんだけど、で、ここもまだ50円上がる。こんな感じで、都道府県別最低賃金は、一番最高で東京、神奈川の1110何円ですね。そして一番安いところで見ると、やっぱりここですか、熊本、大分、宮崎の、897円とか、まあ900円ぐらいですね。900円と110円、大体20円ぐらいの、ね、差があるんですけれども、はい、でそういった中で、実は、最低賃金じゃなくて、バイト時給、これも地方で上昇するんだって。先ほどの話は最低賃金ですよ、それ守らないと労基法違反ですよっていう話だったのが、違う違う、そもそもバイトの賃金が上がるってことなんです。で、もともと少子高齢化による人手不足で、人手が足らない、だから最低賃金守りましょうね、あ、そうですね、守りますだけじゃなくて、もう、人の取り合いになってるんで、例えば岐阜県のこれ郡上市で呼ぶんですかね、はい、なんと今も時給1300円にしないと、人が集まらない。これ上昇率が44.4%って、これここにも書いてあるんですけども、介護とか飲食関係の事業などがもう本当に人が足らなくて困ってる。だからもともと950円が最低賃金だから、それで、人を集めればよかったんだけど、もうこれじゃ人が集まらないと。だから1300円にしないと人が集まらない。こういう状態がこれっ起きてる。て、実は各地方に今波及してるんだってことなんです。そこでこれちょっと、今どのくらい、最低賃金が、何パーセントぐらい上がってるのか、ちょっと拡張していきましょう。例えば北海道で過去5年間の比率で、この紋別市とか33%、ね、千歳市でも16.7%ぐらい時給がこう上がってるらしいんですね。そして東北6県でも、2024年の時給が、ね、やっぱり青森でもね、15%、16%近く上がってますでしょ。ね、そして、この福井県の中でも、先ほど高浜市とかは31%上がって時給1100円。だから同じ地域の中でも、市とか町によって非常にこの時給がこう高くなっている。で、関東山梨もバイトの時給、神奈川県とかもね、やっぱ1200円でバイト代がもう20%近くこう上がってるらしいんですね。で、この一方で福井県でも上昇率、まあ先ほど、あ、これでしょうか、31%で、先ほどの、ね、岐阜県も、まあ、12%上がってると。こんなふうにですね、この最低賃金も上がるんですけれども、バイト代っていうのが各地域でどんどん上がっている。まあ、例えばこの高知県だって、最低賃金は、これ最低賃金いくらだったっけな、最低賃金はこれか、高知県の最低賃金は897円のはずなんだけど、バイト代とかって考えてみると、そこでやっぱり値段がぐっとこう上がってるわけですよね。こうバイト代ね、1000円ですよね。だから最低賃金はまあ900円ぐらいなんだけど、やっぱバイト代1000円払わないと人が集まらない。これは同様に、当然ね、僕がいる九州熊本でもそうなんです。で、特に熊本ね、は TSMC って半導体の会社が来ても、そういう半導体系のバイトはもう時給1500円ぐらいやらないと人が集まらないみたいな話も聞いてます。で、やっぱ最低賃金がもともとね、900円だったのがもう今、最低賃金じゃない、バイト代が900円出さないと人が集まらなかったのに、今も1000円、時給1000円払わないと人が集まらない、まあ、こういう状態がね、今各地に起きているんだっていうふうな話なんです。さあ、ということで、いや、山下さん、じゃあね、時給が、まあ、上がっていくっていうのはもうそれは知ってると。だからといって雇わないわけにもいかないし、安く雇おうとして、そんなね、奇特な方ってなかなかいらっしゃらない。いいですよ、いいですよ、私はもう安い賃金で働きますよ。いや、なかなかそういうわけにはいかない。それと今すでに雇っていらっしゃるパートさん、従業員さんも、こういう情報がどんどん流れてくると、社長すいません、なんか時給ね、最近最低賃金も上がったらしいですし、他のパートアルバイトとかなんか1000円とか1200円で募集してるらしいんですけど、ちょっとうちはどうなんですかね、みたいな話にやっぱりなりますよね。まあ、いわゆる値段上げてくださいって話になるわけです。そこで、じゃあ我々農業者は、いや、ダメだ、我慢してくれってはいつまでも言えない。
そこで何とかやっぱり、うん、安定的に働いてもらうためにやっぱ時給を上げてあげたいって、これはもうね皆さんそういうふうに思っていらっしゃると思います。でもね、パートさん従業員さんに給料上げるところが売上が変わんない、売上は変わんないけどそういう人件費という固定費だけが高くなる、これ結果的にどうなるか、利益幅を圧迫するんです。で、農業の利益幅っていうのは売上から経費を引いた残りが農業所得、つまり自分の農業所得から削られていくってことなんです、ね、だから自分の給料を削っていきながらパートさんたち従業員さんたちの、なんちゅうのお給料を確保しなきゃいけない、これ本末転倒ですよね。え、何のために仕事してるんですかってことになりますよね。でそこでやんなきゃいけないのはやっぱり売上利益を上げなきゃいけないって、これもう本当死活問題なんです。じゃないと、いや、いい、俺が我慢すれば、あとはもうパート従業員さんだけが給料でうわうわになってくればそれがいいって、そんなん続きませんよね。まあ、そこでね、まあいろいろやり方工夫っていうのはこれからの動画もしくは今までの動画でもたくさんお話してきてるんですけれども、まずはまずシビアに他の経費を下げる、そしてなんとか現金がねたくさん残るような工夫を社長がするんじゃないんですよ、従業員みんなでやらなきゃいけないです。従業員みんなで、ね、そしてもう一つがですね、従業員と高く売ろうという努力をしなきゃいけないということです。従業員とですよ、たまにあるんですよ、社長がじゃあうちの農産物値上げしようと思うんだって言ったら、社長そんなに値上げしたら売れませんよって従業員が言う、いや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 、おかしいおかしい、従業員は給料上げてくれっていう、なのに社長そんな高い値段じゃ売れませんよっていう、じゃあ高くは売れないけどあなたたちは給料高く欲しいんですよね、その、魔法みたいなことはどうやって起きるんですかっていうのを従業員は結構、ね、平気で言うんですよ、うん、給料上げてください、でもそんなに高くは売れませんっていうあべこべなことをね、うん、でもこれ冷静に考えてください、給料上げるのは決して悪いことはな、悪いことどころか今のトレンドなんですけども、じゃあさ、この給料が上がるってことは当然のことながら売値に反映して売上が上がって利益も上がらないとその分捻出できないじゃん、これを社内、ね、農園内、そこの皆さん方の組織内でこれ共通認識にしてください、共通認識、ね、じゃないと辻褄が合わないですよね、辻褄合わないでしょ。だからもしあの共犯とかそういう部会でやってる人たちをみんなで部会でこれ議題に載せましょう、これパートさんの給料が上がるだけども、売り値が変わらない、ね、もしくは他のコストも上がっている、だから売り値が上がらないと時給人件費を、ね、従業員の給料も上げられない、これは本当にみんなで真剣に考えて全員で値段を上げようよっていうことをみんなで考えようって、ここみんなでっていうのがポイントですよ。だから一人でもいいですいいです、そんな高く売らなくてもいいですっていう人がいたら、じゃあお前の給料も上げないからなっていうふうになるよね、ですよね、うん、だからこんなふうにみんなでとにかくね高く売ることをね頑張っていきましょう。はい、ということで改めてね、皆さんパート代いくら払っていますかということで、これからはとにかく時給が高くなること前提で、今回また時給上がりますけど、この前の、まあ、政府の発表では最終的に1300円、そして1500円まで持っていくって言ってるんです。もちろんまだそんな早急じゃないですよ、やっぱり経団連とか中小企業家同友会とかがいろんな、それはちょっとやりすぎだというふうに止めてます。でもいずれ上がっていきます。と同時にそれ上がっていかないと国際社会の中で日本今給料一番安い、まあ一番というかとにかく先進国の中でめちゃめちゃ安いですからね。だから給料は絶対上がっていかなきゃいけない。だけども給料が先に上がって値段が上がってなかったら苦しむのは、はい、我々経営者ということになります。ということで、まあ、それらも踏まえてですね、うん、今度のね、ノービジセミナーはとにかく、8月9日開催なんですけれども、とにかく農産物は高く売れるんだ高く売るんだっていう風なブランドマネージャー、そういう、マーケティングマネージャーのですねエクスフォースの山田さんって方に、ご登壇いただいて、とにかく高く売る、まあ、ノウハウっていうか、をぜひ教えていただこうと思っています。でこの方はですね、こういうメディアを使った、プロモーションが得意な方なんですね。でもちろんね、ものによって難しいものもあるかもしれませんけど、必ずねヒントが、あると思いますので、ぜひね皆さんご参加いただきたいというふうに思っております。はい、ということでね、今回ね非常にちょっとシビアな話だったですけども、人件費ね悩みますよね。でも上げないわけにはいかない、じゃあもう今のうちからやる、いいですか、今のうちから、今のうちからもうスタートを切っていきましょう。
はい、ということでね、今回これで終わりたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。